待ちかねのコーナーがやってきました。私も去年に引き続き楽しみにしておりました新人選手ジョファーコーディネートです。ということでこの企画は新人選手に彼女にデートに着てほしい服を事前にヒアリングしてその理想女装評論家っていう職業難しそうですね。初めてです。はい、なかなかね、女装見ることもないし、はい、初めて見たので、ね、楽しみではあります。はい、ご自身女装はするわけないでしょ。失礼しました。はい、はいはい、スタンドもね、なんかカメラの数がなんかちょっと増えてきた感じもしますけども、このコーナーステージにお呼びする2019年ドラフト6名の選手、もう一度ビジョンでおさらいしておきましょう。どうぞご覧ください。はい、岡川投手、吉田投手、杉山投手、大西投手、長岡選手、竹岡選手の6名です。女装評論家の山崎選手、はい、この6人どんな感じに仕上がりそうですかね。まあそうですね、楽しみ反面ちょっと怖いよ、気持ち悪いやろな。この中だったら女装一番の選手似合うんじゃないかなって。やっぱ奥川とか吉田っていうのはやっぱり整ってると思うんで、まあ自分でもまあちょっと推してるのは大西に頑張ってもらいたいな。しっかりとついていらっしゃいまして、あの実は宮崎で行われていたフェニックスリーグまで行って選手にヒアリングをしてきたそうなんですね。なるほどなるほど、ですね。そうなんです、はい、今回本気の新人の女装を見られると思いますね。それではそのヒアリングした映像からご覧いただきましょう。理想のデートコーデということなんですけど、デートに行くなら女性にどんな格好で来てほしいとかって聞いてまして、どんな格好自分がさ、女の子マジですか。僕がさ、僕がそうですか。自分がさ、自分が女の子の金髪マジか、そうなんですね、ファンディスケルです。かわいそすぎる。それでは一人ずつお呼びいたしましょう。まずは背番号60、竹岡龍聖。さあ登場しました。ボイスのスタイルでディズニーランドへ。ロングボードにパンツを合わせて冬のオンラインスタイルの竹岡選手、グレープです。カジュアルさんがお気に入りです。ありがとうございました。続いて背番号58、長岡ストリートカジュアルでイルミネーションデート。ダボッカラーシルエットを作り、ストリート系を作りつつ、今年の白は夜のイルミネーションが映えるようにコーディネート。夜のデートにはこのファッションで決まりです。スケボー持ってんだよ。ありがとうございました。続いて背番号44、大西洋輝。
山崎選手、はい、この6名どうでしたか？おかしいな、これ。困るな。
それ、はい、ちゃんと言っていただかないと、はい、ちょっと長岡が出てきた時はこいつマジかと思ってわかる、うん、ごめん一番ちょっとやばくタイプではなかった、ね、タイプではないですね、ちょっときついかな一番タイプはどうでしょうお前はもうガチみんなでも杉山とか吉田とかは結構、はい、はい、でも大輝の方は見たくないみたいな結構されてますもんね竹岡はノータッチで行きますするっていいですか、はい、それでは最後に来シーズンの抱負をファンの皆さんにお願いしますそうです、この格好で来シーズンの抱負言っていただきますがまずは本日の助走評論家の山崎選手からお願いしますまあ、こんな格好してますけど、みんなこんな格好してますけど、やっぱり若い選手が、底上げというか、若い力が必要となってくると思うので、僕も含めて、チーム一丸となって、また来年も戦っていきますので、応援よろしくお願いします。藤岡選手、お願いします。今年は、少し一軍の試合に させてもらうことが多かったので、来年は、今年よりも多く一軍試合に出れるように若い力で頑張りたいと思います続いて長岡選手お願いしますはい、今年はすごくいい経験をさせてもらったのでそれを来年に生かしてチームの必要となるような選手を目指して頑張りますはい来年はチームに一生でも貢献できるように頑張ります応援よろしくお願いします来年は自分の戦力として戦えるように頑張ります応援よろしくお願いします今年より一生でも多くできるように頑張ります。よろしくお願いします。来年はチームの力になれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー盛り上がりました。